ました。お疲れ様でした。どうでした？頑張りましたね。2回目のラウンド。いや前回よりはだいぶマシ。だいぶね。まあ車の中でちょっと話してたんですけど、うん、まあ、当たるようになってきてからスコアを縮めるようになるのがまたさらに難しい、うん、そうです、そうです。もうコースマネジメントもしなきゃいけない、うん、俺がまあ、俺は経験者でもう何年かかって100切ったかっていう話なんでね、それは半月でやれっていうのは確かに難しいことだけども、それに向けて頑張ろうと、うん、ということで、ここはね、まあ噂のね、噂のね、はい、ドリームですよ、ドリームドリームゴルフガーデンですよ。はい、はい、来ました、群馬のね、はい、ということで今からね、鬼のコーチが、はい、何球でしたっけ。ホワイトは200球で、グリーンは150球以上打てば OK です。 OK です、はい、それ、終わるまで帰れません。はい、帰れません、はい、はい、やりますよ。まあ、なんで、まあ、グリーンの指導の方がやっぱり多くなるかなって思う。もうホワイトはとにかく球数を壊すっていうのをやってほしいかな。ちょいちょい教えるけどね、もちろん。なんだけど、なんとここ2時間打ち放題1000円。イエーイ、安い。都内じゃ考えられないでしょ。考えられないね、打席量もないからね。本当ですよ、照明量だってないよ。ですよね。ぜひここに来てください。2回料金とかないから、ね、1回料金とか。もちろんない。本当に安い。はい。ぜひ来てください。はい、私、あんまりないけど。たまにいるよ。え、ここで練習したから上手くなったんじゃないですか。え、してない。してない。してない。あの、上手くなってからここができたっていうか、やり始めたから。そう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 。ってことでね、打ちますよ。打ちましょう。早速ね。死ぬほど打ってください。ホワイトはもうすべてのクラブ。すべて、まあ、ドライバー、ユーティリティ、8番アイアン、サンドウェッジをまんべんなく練習するっていうことと、あと特にユーティリティをあのアプローチショットをいっぱいやってほしいなっていうので、まあ、そこの辺に板とかがあるんだけど、まあ、そこにキャリーでね直接当てたりとかっていうゲーム形式にして、俺は9番アイアンとかピッチングでのちょっと低い球の出し方と、はい、あとは6割ショット、6割、あ、だからクソつまんないショットをいっぱいやってきます。わかりました。じゃあフルショットじゃなくて6割ショット。そう、フルショットなんかやらせないよ、はい、本当に全部だよ、はい、ダメ、絶対ダメ、はい、許さない。ドライバーもフルショットしない。しない。 OK、はい、わかりました。はい、じゃあやっていきます。お願いします。200球だよ、大丈夫、やるよ、大丈夫、はい、OK。 先にホワイトのレッスンをちょっとやっていきたいと思います。で、あのホワイトちゃんはステップアップをしようかなと思いまして、あの左に後半何回かすごいぶっ飛んでっちゃったじゃない、うまく打ててるのに。で、それはなんでかっていうと、あの今とりあえず振ってるだけだと思うのよ、自分自身で。なんでそれを腰をもう少し使って、はい、腰を回すってことですね。それをちょっとやっていきたいなって思います。手は下、手は下、右手を送って、右手を送って、左手出ないように、そうだ、すげえ頭が左に傾いてんだけど気のせいかい。もう一回、頭まっすぐ行こう、はい、上げたら腰から、そうそう、手は下、手は下で、右手送って、そうだ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 、 OK っていう感じで、腰を先に早く回していきます。はい、腰を先に、そうすると左に飛ばなくなります。今手だけで打っちゃってたから左飛んでっちゃっただけで、あの腰しっかり回せればあの飛ばないので、まっすぐ飛んでくれるはず。はい、はい、そうだ、右足蹴って、そうだ、 OK、 なんだろう、思った以上に動きがいい。はい、どうぞ、球打って、
玉。あ、上げたら腰から。オッケー、いいよいいよ、そうなっちゃう、そうなっちゃう。いいのいいの。で、玉の位置掴んで、もっと下だね。上げたら腰、そう、オッケー、ナイス。お、いいじゃん、結構飛んだじゃん、まっすぐ。 OK、 あの、ダフってるからって上振らないでね。そう、下ダフってんだったら5回連続ぐらいでダフって、ダフり続けて。オッケー、ナイス。え、めっちゃいいじゃん、70ヤードぐらい飛んだね。ホワイトちゃんは8番ヤードで70ヤードみたいです。まあ、これからもうちょっと飛ぶようになるからね。オッケー、めっちゃいいじゃん、よくね？よくね？じゃあ今度はボールを、あ、構えて構えて、構えないとできない。そしたら右足のかかとにボールを入れます。はい、上げて踏んで、 OK、 踏んでもらいました。ボール踏むのが嫌な人はまあなんか買ってください。私はボールを踏むやり方でいきます。それで振る、同じ感じ。ナイスショー。おー、飛んだ、80ぐらい、すげー。これ足はひねらない、ひねらないって、左向けないのってこと？あ、やる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 、やっていいよ、やっていいよ。あと軸って言って、体に1本線が真ん中に入っていると思ってください。その線がこういう風に傾いたり、こっちに傾いてみたりっていうのはしないように、まっすぐ頭、ちょっと左傾けて。 OK、 そうだ、そうだ、 OK。 で、なんで右足のかかとにボールを入れたかというと、体のラインをこういう風に左肩が下がるようにしたかったんですよね。そうすることによってダフりづらくなるんです。鋭角にボールに対して入ってくるから、クラブヘッドがね。なん、鋭角っていうのは上から上から落とすっていう風にやってたやつが、鋭角にボールに対して入ってくるよっていう話。それをやりやすくしてるのは、右足のかかとに入れたボールのおかげです。なので、その感じでダフっちゃダメってこと。要はダフってるのは軸が傾いてますよってこと、上半身が斜めに左、右側に倒れちゃってますよってことです。まあ、まずはね、で、あんまり体重移動しないように右向いて左向くだけ、右移動してとかってやんないように。よしよし、いいよ、フレフレイ、頑張れい。9番ヤン持ってください。9番ヤンで、はい、早く地面につける練習をしていきます。早く地面につける練習、はい、なんてアプローチショットです。ボール、ボールに当ててください。すぐそこのボール、おー、ナイスっていう感じでしょ。じゃなくて、じゃあ今度は、右足寄りに球を置いてください。それでいいです、それだけで。上げようとかっていうのはしなくていいです。あ、感覚いい、それ。そう、鋭角に入る感じだから開きづらいってことだね。で、あのボール に落とすっていうよりかは当てるっていう感じ、イメージは当てる。あ、そう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 、そういう感じ、そういう感じ。なるほど、浮かないように、そう、低く低く
もう早く地面につける。早く地面につけるっつってダフってどうすんだよ。違う、地面につけるところ間違ってるよ。ヘッドじゃねえよ、ボールだよ。まあ要はそういうことだよね。そういうこと、うん。え？ひどいよ。貸して貸して。強く地面に向けたから右足寄りに置いて、で構えて、だから多分グリーンでこれで打つよね。そうですね、ゆっくりやると若干こうやってるよ。すくうんだ、すくい打ち。なんで浮いちゃう時がある。うまく打ててる時もあるけどね。なんでそれをならないようにゆっくりイメージとしてやると。大げさだけど、大げさだけど、勝ちすぎだけど、そういう感じ、イメージは。まあ、レベルって言って、あの横で当てるみたいな。こういう感じ。なるほど。移動させる。このまんまの状態で、このまんまこうみたいな。だから、こうしない。上げない。上げない。こうやって、上げない。だから低く、だから低くに、低く。そうそう、低く出す。フォローも低く。はい。やってみよう。フォローも低くやるんですね。そう、フォローも低く。押し出す感じとはまた違う。押し出す感じとは違うね。押し出すと多分あなたの場合シャンクするから。あ、そう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 、そんな感じ、そんな感じ。膝は使ってもいいですか？使っちゃダメでしょ。使っちゃダメ。下半身は基本的にアプローチは使っちゃダメです。おー、ナイス、いいじゃん。浮いたね、今のですよ。フォロー低く。あ、そう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 、そういう感じ、そういう感じ。テイクバックも低く、フォローも低くだよ。チューンっていう球で、インパクトをしっかり。おお、薄い、当たりが。そうですね、全てを狙うから嫌だよね。浮かすんじゃないからね、落とすんだよ。あ、そう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 、そんな感じ、そんな感じ。今のいいね、ナイス。今私の感覚を刷り込んでいます。やっぱり師弟関係となってくると、その感覚で物を話す時がすごく多くなるから、その私が言ったことに対して分かってもらえないと困っちゃうんですよね。なので、その辺にチュンっていう強い球でとかって言ったところで、グリーンがポカンだと困っちゃうわけよ。で、今グリーンはカツカツ言ってトップしてるけど、まあ、それが鋭角にもうちょっと入ってくれるといいなって思うよね。上からみたいな。あ、今いいね、分かりました。いいねっていう感覚が。ナイス、オーケー。これ当たらないねえけどね。むずいね。あー、浮いたね。浮いちゃったね。おー。入れてた方がいい。あ、外しちゃっても大丈夫だよ。ずっと入れてなくても大丈夫。まあ、その辺は臨機応変に好きにやって、ショットの練習するときは入れてもいいし、なんかダフるなって思ったら入れて練習して、もうちょっといいかなって思ったら外しちゃっても、はい。じゃあさ、はい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 、じゃあさ、50ヤードのグリーン乗せて、それで、これで、それで、これで。あ、ちなみに50ヤードのグリーンはね、これですね、これ多分これ。浮いた。
めっちゃ浮いた。貸してみそう。これも浮かせないでいいと。そうだよ。早く地面に埋めろっつったじゃん。低い。あ、もう転がして乗せろってことか。当たり前じゃん。当てろって言ってるの、でも転がして乗せろって言ってる。そういうことか。あ、そういうことね。あ、OK です。わかりました。トップだよ。おお、いいじゃん。おー、ナイスナイス。うん、右飛ばなかったら最高だね。トップの練習してんじゃないの。トップの練習はしていません。おー、まあ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 。あー、いいじゃん、今のいいじゃん。それです。多分インパクトでバチンって打ててないんだと思う。結構緩んでたじゃん、だって前だって。おお、まあ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 、よし。それではそれでいいとして、9番はね。じゃあ今度は6割ショットやります。